野崎チャンネル。ちょっ。さあ、ということで、SMBC 日本シリーズ第1戦、オリックス対阪神、なんと、8対0で阪神の初戦勝利ということになりました。ね。オリックス先発山本、阪神先発村上、誰が8対0なんていう点差でね、試合が終わると予想したでしょうかっていうね、ところで、まあ試合をね、振り返っていきたいと思いますけども、1回からね、3回までね、山本も、村上ともね、両投手完璧なピッチングというところで、まあ振り返ってね、全体の成績で言うと阪神村上7回100球2安打4三振1四球無失点というところで、完璧なピッチングで、逆にね、オリックス、山本5回3分の2 103球、10安打7三振1四球7失点というところでね、まあクライマックスシリーズのね、初戦と同様にちょっとね、1イニング複数失点っていうところでね、初戦敗退。これでね、日本シリーズ、4試合投げて、まだ0勝2敗っていう形で、日本シリーズにね、あの山本が勝ちがないっていうところでね、まあ振り返っていきましょう。まあね、初回はね、両投手もね、いい形、のピッチングしましたけども、まあなんて言ってもね、昨日のね、プロ野球ニュースもそうですけども、佐々木ね、言ってました。阪神のね、4勝2敗でね、阪神の勝利っていう予想ですけども、近本、中野、ここがね、しっかり復調してくるでしょうと。で、復調してこなかったらやばいけど、ね、さすがにこの2週間でね、どこまで復調してきてるかね、昨日のプロ野球ニュースでもね、近本、中野が復調するでしょうっていうね、ところで言いましたけども、なんと復調しすぎっていうところでね、近本、4打数3安打2打点、中野5打数3安打2打点と、2人とも猛打賞で、2人で4打点っていう完璧な、ね、完璧なバッティングっていうね。で、しかもタイガースね、打線で言うと大山以外先発全員安打。でもね、大山も3つの四死球でね、しっかりチームに貢献してるっていうところでは、チームはね、全員出塁っていう形ではね、シーズン通りの本当に素晴らしいね、戦いができたからと。で、近本中野のね、この猛打賞っていう形も、中野がね、初回インコースのね、カットボール気味の球をね、レフトへヒット。で、近本がね、4回。なだりとしてはね、ボテボテ、かなり打ち損じだったけども、三遊間いいところに飛んで内野安打。このね、1打席目と2打席目、これ早めにね、ヒットを打てたっていうところがね、この二人の、その後のね、復調に繋がっていったんじゃないのかと。やっぱりバッターはね、一本出ればかなり楽になるし、二人もね、クライマックスシリーズ打てなかったっていうところはね、二人が一番よく分かってる中でね、中野は初回ね、1打席目。で、近本はね、2打席目のね、打席で、早いうちにね、ヒットを打てた。近本がね、内野安打の後ね、ファーストベース上でね、ちょっとはにかみ苦笑いみたいなね、感じしてるね、表情、ちょっとね、力抜けたっていうようなね、表情がすごい印象的だったなっていうね、ところで、村上のね、全体の投球で言うと、さすがっていうところでね、コース、高さともね、しっかり制球できて、本当に素晴らしいピッチング。高くてもね、しっかりコースに。そして、甘くてもしっかり低さっていうところで、甘く高くっていうところがね、あんまりなかったなっていう印象と、マックスが152だったけど、平均アベレージは140キロ台。140キロ台のストレートの中、ね、初回の、中川のね、三振っていうところもあったしね、他のね、バッターもそうだったけども、結構変化球をね、泳がされるっていうようなね、ところが、真ん中のフォークボールもそうだったけどね、泳がされるっていうところがあったから、ね、球速自体は平均140キロ台だったけども、多分ね、バッターにとってはね、もう10キロ分ぐらい速いようなね、体感で感じてたんじゃないのかなっていうね。だからストレートね、変化球の緩急、もついたし、頓宮だったかな、スローボールね、カーブね、スローカーブ。ああいうところを見せてね、緩急をつけるっていうね、ところの余裕もあったね、ピッチングっていうところでは非常に素晴らしかったし、球速だけじゃないよっていうところをね、見せつけたピッチングはね、さすがの一言っていうね。で、まあ逆にね、対して、山本もね、ピッチングフォーム、見てても、前回のね、クライマックスシリーズのロッテ戦の時に、比べてもね、肩の開きは抑えれてたし、腕もね、体から離れていってなかった、しっかり近めを通ってた、で、横振りになんなかったっていうところではね、フォームの修正はね、しっかりできてたんじゃないのかなと思います。それでね、その中からのね、立ち上がりのピッチングで言うとね、まあ、ストレートはね、めちゃくちゃ走ってて、最速159キロかな。っていうところで、ストレートも走ってたし、対角線のね、ボールがシュート回転っていうところも少なかった印象に見えるけども、やっぱ全体
体のピッチングとして立ち上がり3回ね、中野にヒットを打たれるけども、その後ね、森下の時に三振ゲッツ。ここはね、若月もね、盗塁阻止率がシーズン中ちょっと2割台で低かった中でね、阪神がね、足があるっていうところで、この日本シリーズね、この足を使ってくるっていうところはどうなのかっていう中でね、初回しっかり中野の盗塁を三振ゲッツでね、ダブルプレーにしたっていうプレーはね、本当に素晴らしかったし、立ち上がり的にもね、ストレート、そしてフォーク、カットっていうね、で、シュートっていうね、全体的にね、早い変化のボールがね、多かったかなっていう印象をね、1、2、3回と完璧に抑えてるけども、ね、その中で、毎回三振のね、4三振取ってるけども、全体的にね、早い変化多いかなとね、カーブちょっと少ないんちゃうかって思いながらね、見てた。ね。でも、その中でもね、しっかりストレートもめちゃくちゃ走ってたし、フォークボールもね、いい高さから落ちてたっていうところで、まあ、しっかり抑えてるから、まあ、いいかっていうようなね、感じで見てたけども、まあ、結果的にやっぱカーブもうちょっと使ってもよかったんちゃうかっていうところで、比率で言うとね、1年間の山本のね、シーズン中の平均のパーセンテージで言うと、約 16% カーブがね、でも、今回、この日本シリーズ、約 14% っていう形で、まあ、2% しか違わないからね。その 2% かどうか、でも平均だからね。もうちょっとね、やっぱカーブ、そこまで俺はまあね、そんな、完璧に制球しきれたかっていうと、まあ、ロッテ戦と同じように、そこまで完璧に制球しきれてたわけじゃないとは思うけども、ノイジーに対してもね、カーブで、三振取ったっていうところもありますし、まあ、要所要所でね、カーブはうまく決まってたけども、なかなかね、一人の打者にね、二球続けたりね、二三球投げるっていうところもなく、その速い球でなんとか力で抑えつけようっていうところの配球が結果的にはね、それが相手にタイミングがあったのかなと。だから3打席まで見てても、タイガース打線はね、もう明らかにもうストレート狙い。ストレートにね、もうタイミング合わせて振ってるようにはもう誰が見ても見えたと思うの。で、その中でね、フォークっていうとこがね、同じストレートのこのラインからね、落ちていくっていうところでは、かなり有効的にね、投球もできて、いや、タイガース打線まっすぐ山張ってんなーみたいなね、感じで抑えれてたけども、ね、でもその中からね、4回ね、近本内野安打っていうところで、中野がね、ファースト中川のエラーでね、ノーアウト一塁になって、ここね、どうなるんやと、こういう時ね、エラーとか一番あかんで山本頑張ってるのにっていうところで、森下をね、643とインコースのね、ストレートを詰まらせて、643ダブルプレイ完璧に打ち取ったけど、ここもね、森下の打席、一打席目ね、フォークと変化球中心に三振を取って、で、このね、ノーアウト一塁のところでもね、初球カーブが高めに浮いたボール、で、2球目フォークボールでね、ワンエンドワンっていうね、で、この打席もね、変化球行くぞとね、変化球で攻めていくぞっていうのを見せかけてね、一打席目のつながりもあるから、で、インコーストーンとストレート見せて森下をね詰まらせるっていうところではこの若月のね配球の縦と横のつながりっていうのはね非常に良かったし大山に対してもね最後、フォークとね全て変化球で三振に打ち取ったこういうとこ見てもねやっぱりストレート意識高いなっていうね山本とね、若月ねしっかり守り切ったなっていうところはあるけどもこのね問題の5回よやっぱ緩急つけないで力で抑えてきたっていうところでここでもしっかりねそのストレート系を対応されるっていうところは言いたかったね。山本ね、10本ヒット打たれた中で、7本がストレート系なんだよね。まあ、カットシュートを含むっていうところはあるけども、そういったところでやっぱりね、カーブ打たれてないのよ。しっかりと触れられてないしね。その中でやっぱりカーブ使った方が、まあ、結果論になるけどね、良かったんじゃないのかっていうところで、魔の5回。ここでね、佐藤がね、先頭インコースの球を詰まりながらもセンター前。これね、1打席目もね、インコースのボールね、セカンドゴロで打ち取られてるっていうところでは、まあ、2球連続で来たっていうところでね、佐藤は同じ目線でね、しっかり、仕留め切れたっていうところはね、大きかった。で、その後、いきなり初球スチールだからこれはもう全員がびっくりしたと思うしかもね山本若月も多分絶対ノーマークだったと思うの佐藤輝ね、シーズン盗塁7個っていうところで7個なのにそんなこんなとこで初球から盗塁してくると思わへんやそれがまあ多分これはね絶対ベンチのサインなんだよヒーローインタビューでサインですかってねバカな質問してたけど答えてくれるわけないじゃんサインですなんて言うわけないじゃんねいやまだ初戦なんで、ね、それはまあねもちろんの対応だったけどもねまあ、その中でね、サインで盗塁して、で、その後ね、岡田監督がベンチで、すっごいね、してやったり顔してたの。ね、よこしゃ、みたいな。あの表情を見て、あ、これ絶対サインだなってね、思ったんだけど、あれをね、一発で盗塁。で、しかもね、バッター見ずに、もう一目散でセカンドに行ってるっていうことで、絶対盗塁のサインだと思うの。ディスボールってね。で、これをね、一発目からね、佐藤が走れたっていうところがね、佐藤の素晴らしさよ。
これは本当にすごいと思う。あとノイジーがサインを知ってたかどうかっていうのが疑問。うちに言ってたから、あれファールになってたら何のこともないからね。多分ノイジーはね、知らんかったんちゃうかって思うけどね、空振りしてよかった。あと若月ね、フォークがインコース気に落ちてきたら、こう取りに行ったら遅くなるね。あれこう取って、こう取ってこう行かなきゃいけないところ、こう取りに行ったことによってね、ワンパー送球になったから、あのキャッチングね、あの構えこうなりがちなのよ。ああならない方法もあるんだけどね、しっかりこう行きたかったっていうところあるけども、こうなったことがね、やっぱりそのしっかり送球できなかったっていうところのね、一番の原因で、これでノーアウト二塁になって、次ノイジーがね、ライトフライ、ここでノイジーね、バットを内から出して最低でも進塁だっていうところでね、ライトフライで三塁に進塁させたっていうところはね、めちゃくちゃね、ノイジー素晴らしいバッティングで、続いてね、この渡辺亮ね、初球のシュートをね、センター前にね、タイムリーで先制っていうのになるけどもね、この1打席目にね、三振、変化球でね、三振取ってるっていうところで、まあ、この時にね、ワンアウト三塁、オリックスバッテリーが考えることは、詰まらせてないところ、もしくはポップフライか、三振っていうところを考える中で、まあ、力で抑えに行くっていうところでね、インコースのシュートから入って、それをね、直球破壊王子のね、渡辺がしっかりね、センター前に詰まりながら持っていくっていう先制になったけども、まあ、これ行きたい気持ちはわかるね。だからまあこれも結果論になるけども、森下のダブルプレーと同じように変化球で入って最後ドーンっていうね、ところになったらひょっとしたら詰まってたかもわかんないね。1打席目の流れからするとね。多分バッテリーからの考えで言うと、それ詰まらせてもね、ショートゴロとかサードゴロで打ち取る。もしくはショートフライ、ポップフライで打ち取る。もしくは、あれをカウント取ったりファールにして、最後は変化球で抑えていくっていうストーリーだったところをね、初球ね、まあ見事にね、渡辺が打ったっていうところが素晴らしかった。で、その後もね、木浪がね、ストレート若干甘く入ってきたところをライト前ね、しっかり引っ張り込んで、で、ワンアウト一塁からね、ここでね、9番坂本が送りバント。これがピッチャーフライになるんだけども、問題はね、まあこれまあ結果論になるけどもね、その後打たれてるからね、ここのね、一番の問題はあのね、フライ。あれをわざとワンパンで取ったらダブルプレー取れたと思うのよ。そしたらこのイニング1失点で済んでるところをあれノーパンで取っちゃってね。あれはね、キャッチャー若月が言ってオッケーみたいなね。もしくは山本もね、あれをワンパンで取ってダブルプレー。それの余裕あるぐらいね、イージーキャッチャーフライ、ピッチャーフライだったと思うのあのボール。だからまあ結果論にはなるけども、ここもキーポイントだね。あれをわざとワンパン取ってダブルプレー取れてたら1失点で済んだなっていうね。ところはあります。まあその後打たれたからね、結果になるけども、ちょっとそこもね、後悔残るポイントかなと。で、その後近本がね、アウトコースのストレート、甘め真ん中高めに入ってきたところをね、センターの横、右中間に、タイムリースリーベースで、2点取って、で、その後中野がね、フォークボールを、レフト前っていうところで、一気に4点はね、このシーズン通りの下位打線、木浪からの下位打線ね、で、一気にビッグイニングは本当に素晴らしかったし、まあ、今日ね、DH になってね、岡田監督どうするのかっていうところで、まあ、7番にね、DH で渡辺を入れたっていうところもね、この策がハマったし、で、8番のね、木浪は変えないでね、その後ね、こう坂本木浪になるのかなっていうところでね、8番の木浪を変えないで坂本を9番にしたっていうところもね、オーダーの中ではかなり重要なポイントだったんで、岡田監督のね、策がハマったかなと。坂本木浪 DH にするのかなっていうところね、DH 坂本木浪じゃなくて、DH 木浪坂本。8番木浪は変えないっていうところがね、正直、ポイントだったかなと思います。で、6回にもね、タイガースとしては新骨頂のね、大山がフォアボールを選んで、今度はね、ノイジーがレフト前、ここもコンパクトにね、振りに行ったね。で、その後ね、渡辺はね、三振するけども、木浪がね、またコンパクトにレフトで繋いで、で、坂本がスライダーがね、真ん中に入ったところを引っ張り込んでっていうところでね、で、近本フォアボール、で、また中野がね、レフトへタイムリーっていうところで、またビッグイニングのね、3点っていうところで、もうここはもう押せ押せ、ノリノリっていうね。で、タイガースはね、9回にもね、近本のね、またツーベース。で、中野アウトになるけども、森下がね、日本シリーズ初のヒットでね、センター前、今日ね、3三振してたけども、しっかりね、最後にヒット打って、これで気分よくね、明日に迎える。で、また大山がね、3個目のフォアボール。で、ね、佐藤のね、内野ゴロボテボテの間に1点を入れて、まあ8対0、13安打っていうところで完勝だし、まあね、このオリックスからするとね、まあヒット2本、このね、5回の森のツーベースね、屋根に入ってね、ツーベース。あれ、飛距離的にはもう完全ホームランだったね。中島監督もこうちゃうかみたいな抗議してたけど、でも本拠地、自分たちの本拠地のルールだからね。それはもうね、文句言えない。でも、来年から変わるよ。あのルール。多分あそこに入ったらホームランになる。見てて、多分。でも逆にホームランにしなきゃいけない。だからルール変更だ、あれはね。あれでツーベースはね、もうホームランでいいやん、あそこまで。ね、まあどう入るかにもよるけどもね。で、その後ね、頓宮三振。これ低めのね、坂本のキャッチングね、うまかったっていうのもあるけども、オリックス取ったらね、これがね、三振かフォアボール。
これどっちでもいいぐらい、ストライクでもボールでもどっちでもいいぐらい。でもこれがね、フォアボールになるか三振になるか、結構ね今日の試合山場だったよ。まあ、4点ね、取られた後のっていうところだったからね。でここでフォアボールだったら、ひょっとしたらこの後ね、ポンポンってうまく繋いだら2点ぐらい、ひょっとしたらいけてたかもわかんないけども、この頓宮の三振はね、結構オリックス打線にとったらキーポイントだったからと。まあ、その後もね、ゴンザレスね、粘ってしたけども、ここのとこもね、村上が全くね、ミスコントロールしないでよ。これ何球投げた？ゴンザレスに10球投げてんのに、もうアウトコース投げてもインコース投げても変化球投げても全くミスコントロールしないで、ね、しっかり制球力よく投げ切ったっていうところでね、この5回裏0点に抑えたっていうところも素晴らしかったし、あともうねこのね、7回まで投げんだけども、7回のところでもね、クリーンナップから始まるところをね、3番中川をね、ファーストファールフライ、ここで大山がね、スライディングキャッチでフェンス際取る、ね、ヒットは打ってないけどもね、フォアボールね、3つ取る、そして守備でもね、大山の活躍っていうところはね、初戦、良かったんじゃないのかなと。で、ついね、森にも、その前の打席ね、あの、屋根に入るね、ツーベース打たれてるけども、しっかりインコースを攻めて詰まらしてセンターフライ。で、その後、頓宮にもね、しっかりインコースのストレートを攻めて、フェンス際まで飛ばされるけども、レフトフライっていうところで、しっかりね、こういうとこ、まあ、坂本もそうだけども、明日以降も試合あるからね。明日以降も試合あるから、そういったところでは明日以降にも見据えて、しっかりインコースも使って抑え切るっていうところをね、この、ね、今日の試合の縦、明日につながる横の試合の横軸っていうね、縦と横の軸っていうね、これね、まあ、2種類あって、今日の試合で言うとね、この試合の中の縦、ね、前の打席の横っていうね、この打順の縦と前の打席の横っていうつながりもあるし、ね、今日の試合っていう縦軸と、明日以降に続く横軸っていう2種類のね、縦と横のリードの配球っていうところもあるけども、そういったところは坂本もね、しっかり、明日以降にもね、今日インコースね、しっかり攻めることによって明日以降にも繋がるから、こう最後のところでもね、まあ村上がきっちり投げれるっていうところもあるけども、ね、打たれた森に対してもインコース投げて抑える。で、頓宮に対してもインコースしっかり投げてレフトフライで抑えるっていうところで、明日にね、まだ行く、明日西だけどね、明日に行くピッチャーにも、ね、繋がる、このね、明日にも繋がるリードっていうところがね、できて、交代したっていうところはね、非常にこの村上の素晴らしさでもあるし、坂本のね、良さも出たかなっていうね、ところで。で、最後ね、梶谷、そして岩沢がね、最後3三振だからね、ここもね、石井、桐敷ね、岩崎ともに、こう勝利の方程式っていうね、そのピッチャーを使わないで、相手に見せないでね、見せないで勝てたっていうところもね、非常にね、やっぱこれね、短期決戦ね、交流戦あるとはいえ、ね、やっぱり初見でね、そんなエースピッチャーリリーフ打つの難しいからね。それ何回かね、一回でも対戦したら、あ、こういう軌道かっていうところで、ね、認識できるっていうのもあるけども、そういったところね、見せないで初戦ね、対勝できたっていうところもね、非常に投手陣的には明日以降にとってもね、大きかったんじゃないでしょうか。まあ、といったところでね、まあ、完勝っていう形になったけども、まあ、オリックスはね、今日森とね、野口だけしかヒット打ってないんで、あとはまだね、この日本シリーズヒットがね、まだ打ててないっていうところで、明日もね、プレッシャーかかるから、まあ西がね、一巡目にね、またしっかり抑え切っていけばね、またタイガースのペースになっていく。オリックスは一巡目にね、どれだけの選手がね、ヒットを打つ、もしくは塁をね、賑わすっていうところで出てきて、攻撃にね、波を作れるかっていうね、この3イニングまで、オリックス打線、結構ね、大事になってくると思います。で、逆にね、まあオリックス宮城ね、この今日ね、まあ大山はね、一本出てないけども、三つのね、四死球を選んだっていうところで、素晴らしい打席。あとのね、スターティングラインナップは全員ヒットを打ったっていうね、ところでね、まあそのね、宮城がね、そのバッターのね、たちと、まあ打者一巡ね、どうやって抑えるかっていうところも大事だし、若月ね、こう打たれてるから頭をリフレッシュしてね、まあ山本宮城じゃね、全く違いタイプになるんで、そこをね、しっかりね、リフレッシュして、しっかりね、迷わないで配球できるかっていうところもね、明日以降のポイントになるんじゃないでしょうか。で、選手もね、小野寺、糸原、熊谷で、ね、しっかり試合出れたっていうのも大きかったし、まあ今日の試合見ててね、一番感じたのは、まあね、この監督のヒーローインタビューでもね、岡田さんめちゃくちゃ嬉しそうだったけども、まあ岡田さんね、日本シリーズ初勝利っていうところでね、まあ18年前、2005年ね、4連敗で負けてるからって岡田さんも言ってたけどもね、これね、2005年とロッテがやって野球をね、まんま阪神やったね。真逆のパターン。あの時もね、多分1番2勝が2番今井だと思うんだけど、まあこれ今井がね、MVP になるぐらい活躍して、2勝がもね、ドラッグバンドを含むやりたい放題っていうところでね、まあ10対1かな。まあノームコールドでね、勝ったっていうところもあるし、他、俺もホームラン打った、ベニーもホームラン打った。ね、多くの選手がホームランもね、いっぱい打って、
チームとしてね、躍動した2005年っていうのもあるけども、で、しかもピッチャーね、清水尚さん、金本さんとかにね、インコース、まあ、ボビーの指令だったけどね、インコースガンガン攻めて、全く打たせなかったっていうところで、今岡さんも、そうだし、全く打たせなかったっていうところで、相手のね、主軸、眠れる獅子のままにね、眠れる虎のままに眠らせたっていうところもあるからね、それがね、今回ね、全く逆の2005年の初戦と阪神にとったら全く逆の自分たちがやられた野球を18年ぶりのやり返すっていうところがね、しっかりできたね。これ一歩間違った4連勝あるぞと、タイガースね。4勝2敗でタイガースって言ってたけど、いやほんと明日もしパンパンパンって言ったら4連勝あるだと。で、33対4のね、この悪夢を払拭する、また伝説の何十何対何みたいな、何何何みたいなね、この数字が3つ入るのが、逆に阪神がね、悪夢を払拭して、こっちがまたね、スタンダードになる、ような感じがするっていうのをね、感じさせる初戦のね、勝ち負けでしたね。まあ逆にオリックスはね、明日とにかく3回、3回までに得点して、まあ1点でもいいから得点して、リードして3回終わる展開に持っていけるかどうかがね、俺は勝負だと思う。ということでね、明日の日本シリーズ第2戦ね、どうなるか皆さんね、ぜひ楽しんで見ていきましょう。ということで、第1戦、佐々木チャンネル、佐々木のね、選評、感想、解説っていうところでしたね。皆さん、どうでしたか？それではまた明日もね、どうなるのか日本シリーズ楽しんでいきましょう。それでは。